はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、水陸両用トレイン、いいなわけ北陸新幹線です。こちらですね、先日行ってきましたポポンデッタで買ってきたものですね。はい、水陸両用で遊べる E7 系の新幹線です、はい、早速開けていきましょう。はい、車両、お、いいじゃん。うん、はい、こちらが水陸両用トレインの E7 系ですね。はい、はい、いいね、うん、ちゃんとこのゴールドのラインも再現されてる。すごい金だよ、うん、ね、うん、それでこちらは両側と引っ張って、うん、ああなるほどね、このタイプだね。はい、これで地面も走るし、そう、水の上も走る。そういうことだね、これ浮くんだね、ということはね、うん、あ、ここになんかスクリューっぽいのが見える。本当だ、何なんだろうこれ。これで沈まないようにするんじゃないの。ああ、下向きのスクリューで、うん、違うのかな。後でやってみましょう。はい、この E7 系自体はずんぐりしててすごい可愛らしいね。はい、ずんぐりしてるので代表的なのは普通のプラレールかな。はい、普通のプラレールと比較するとこのような感じ。うん、ずんぐりしてね、普通のプラレールも。そうだね、ただ、うん、こっちの方がよりずんぐりですね。はい、うん、ずんぐり。このゴールドのラインはこちらの方がいいかな。うん、こっちちょっとくすんでるもんね、うん、はい、そして次に比較するのはででーん、プラレールアドバンス、はい、E7 系ですね。はい、こっちの方がリアルなんだよね、うん、車体のスケール感的にはこちらの方がリアルですね、うん、すごいリアルだね、うん、青の色が随分違うね。うん、こっち濃いね。そうだね、全く比較対象じゃないですけれども、こちらナノゲージです。これ比較する意味ないね、本当にね。そうだね、これ絶対意味ない。そうだね、全く意味ない。最近発車してないナノゲージね。うん、本当にこれもね、比較対象ではない E7 系のマウスでございます。はい、絶対これ違うね。でもゴールドのラインは近いのかな。うん、けど、あ、こっちの方がキンキンしてる。うん、でも、うん、絶対これ比較対象になりませんね。でもこれすごい使いやすくて未だに愛用してますよ、パパはね。はい、はい、そして最後にもう一つ比較すべきものがありました。こちらシンカリオン、シンカリオンの E7 ガガン。そうだね、まあ、これはね、ベースが普通のプラレールだから、はい、だからまあこれと変わんないんだよね。うん、うん、まあ、まあ形が違うというだけで、うん、青の色とかどうですか。やっぱこっちの方が濃いね、うん、で金色もこのプラレールも近い感じだね、うん、はい、それでは発車してみましょう。すごいクマモン目立ってる。はい、では発車してみてください。はい、おお、結構長距離走るなこれ、うん、今テーブルの上だとちょっと走りきらなかったね。うん、じゃあちょっとだけで確認してみましょう。はい、あ、これでもまだ余ってたね。うん、じゃあもうちょっとこれくらいにしてみましょうか。はい、あ、こんなもんだね。うん、なるほどね、まだちょっと余ってるね。じゃあちょっと水の上で発車してみましょうか。はい、はい、はい、それでは洗面台にやってきました。はい、こちらでやってみましょうか。はい、ちょっとぐらいでいいのかな、うん、さっきの感じでいくとね、これぐらいでね。あ、それぐらいでいきましょう。ちょっとダメか、水だともうちょっと長くていいのか。これくらいで。あれ全然進まない。今しか走らないな。じゃあ全開するよ。全開でいい。はい、あ、走るね。うん、あ、普通の状態で浮くね。あ、そうだね、うん、だからさっきのあのスクリューも一応あれなのかな、役に立ってるのか分かんないけど。分かんないね。そうだね、はい、どうなんだろうね、分かんない。まあでも一応前には進むね。うん、はい、じゃあ今度パパが一応やってみるね。はい、レディーゴー。あー、やっぱ一緒だね。えいちゃんがやってもパパがやっても一緒か、うん、特に変わらないね。変わりません。あれ、あ、びっくりした。あー、いいね、うん、っていうかね、こう冷たくて気持ちいい。はい、ということで今回は水陸両用トレイン E7 だっけ北陸新幹線でした。はい、行ったね。はい、久しぶりの電車系のおもちゃの紹介でしたね。
はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします、はい、これプルバックでも走るね、うん、今やってみてもね、こんな感じでね、うん、走りますね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。